テレ東卓球塾ヒトラリー特収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。日向坂46佐々木さん、はい、どうでした今回。いや今回体験入塾させていただいて、こんなに熱い試合がここでも行われてたんだっていうのを、ね、もうちょっと目撃しちゃったので、うん、絶対に見た方がいいなと思いますね。もう一つの熱かったですよね、うん、めちゃくちゃ熱かったです、うん、もう一つの世界卓球、うん、はい、やっぱり卓球をなかなか分かんなくてもこう見るだけでなんかこうのめり込めますよね。そうですね。私も早くやりたいってちょっと思っちゃいました。気持ちがねなってきますよね。素晴らしかった、うん、さあリアちゃんどうでした。そうですね、世界各国の方々が集まってやっていて、やっぱり卓球って愛されてるんだなと思いましたし、世界卓球ももっともっと盛り上がって、もっと日本を巻き込んで応援していけたらいいなと思いました、うんうん。本当に今週盛り上がってほしいですよね、世界卓球たくさん、うん、いや世界卓球も盛り上がりましたけれども、うん、卓球塾、はい、過去最高の神回が取れたんじゃないかと私は思いますよ。期待値高いですね。これはマジで絶対に見ていただきたい一本になっております。そして佐々木さんのメガ魅力、うんうん、こちらもとてつもなかったなということで、うん、サポーターの力が、ねすごかったですね今回。その力がどんな風に発揮されてるのか、はい、ちょっとぜひ放送をご覧いただきたいですね。そうですね、はい、はい。ということでそんな佐々木久美さんが神がかっている、そして水谷隼も神がかっているテレ東卓球塾、5月21日夜11時30分から放送です。見てねー。